神戸市は倒壊する恐れがある所有者不明の垂水区の空き家について市の権限で取り壊しを行う強制代執行に着手しました強制代執行が行われたのは神戸市垂水区大井田にある木造平屋建ての一軒家です 空き家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき大執行による除却を開始いたします神戸市によりますとこの家には少なくとも2015年頃から誰も住んでいないとみられ建物や土地の所有者も分かっていないということです市はこれまで断続的に調査を行ってきましたが屋根や外壁の傷みが激しく 今後さらに倒壊する恐れがあり近隣住民や通行人に被害が及ぶ危険性があることから今回の大執行に踏み切りました工事にかかる費用およそ130万円は市が負担し作業は今月下旬まで続くということです